青いつなぎで、あれこれホイール入らないですか？何本か入るし、あとマツダで入れてもいいし、入れれば。2台で入れます。あ、ごめんなさい。今決定的現場を捉えましたよ。間違いない。ホイールはいいですか？これ、ハイエースはきつそうなんで。あれでいいっすよ。はい、今日はなんと大宮店、いよいよ重機、椅子とかテーブルの搬入にこれから行ってきます。はい、なんか中はもう完成してるみたいなんですけど、ちょっと僕まだ見てないんで、ちょっとその様子もお届けしたいと思います。行ってまいります。暑い、28度とか、もうなんか夏じゃん。暑いです。入った、やばいよね。さあ、大宮店に近づいてまいりました。GLC がなんかすげえかっこいいの。違うかな。富山さんのお客さんのやつの気がする。それに一緒に乗ってたりとかしない。かっこいい。これ富山さんのお客さんなんだと思うんだけど。悪っ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日もカメラ持参で、はい、現場の様子を撮りに来ました。お疲れ様です。お疲れ様です。うわー、すげえ超できてますね。大宮店のアイドル、ナッティが探検しちゃいましょう。はい、こっち行っちゃいましょう。わ、すごい、すごいぞ。すごいです。もう全部なんか中出来上がっております。ホイールラックもこの間剥き出しだったのが、はい、いい感じにできてます。すごい、この辺のなんかザラザラ感も、すごいね、いいね。いいね、広いね。やっぱり全部足場がなくなると車が1、2、3、4、5台ぐらい入るんじゃないでしょうか。はい、そして我らがホイールグループロゴがドカーンと、はい、カスタム、あ、ステッカーも貼ってます。結局全部入り口も作り直して、こう前はこう入る感じだったんですけど、こっちから入る感じになってます。そしてボンドグループ取扱いブランド一覧を、はい、こんな感じでステッカー貼りました。いや、いいんじゃないでしょうか。はい、かっこいいな、かっこいいね。で、駐車場はやっぱりローダウンした車入れるように全部作り直してますね、スロープを。
はい、で駐車場の壁も全部黒で、確か端っこにボンドのロゴと照明が入るんじゃないかな。あ、絶賛ちょっとこっちとあとピットは工事中でございます。はい、あ、やっぱりさっきの GLC は梅山さんのお客さんだった。いや、いいね。ちょっと間もなくオープンな感じが、はい、ちょっとテンション上がってきました。はい、これねステンレスかな。もう触りまくっちゃいますちょっとじゃあお手洗いとか、なんかお手洗いかなとちょっとかっこよく確かに。わわわわわわ、まだ照明がつかないんであれですけど、ああ結構広いかっこいい感じの、はい、お手洗いなってます。はい、はい、すごい K が止まってるみたいな。ちょっと撮ってもいい？ちょっと撮影してもいいですか？あ、もちろんですか？汚いですよ洗ってないからすごい K が、はい、すごい自称 K がすごっ。BC の20…何インチやこれ？ 22。 はい、なんかカーボンのパーツが至る所に。トップカーですか？K しか乗りません。止まってる車がこれだからね。間もなく。あ、そうそうそう、そしてボンド大宮オープンの日にちが一応正式に決まりました。なんと6月25日オープン予定でございます。で、ただこんな状況なんで、まあ、もしかしたら、はい、ちょっと前後するかもしれないです。ただまあ一応今のところ25日オープン予定ということで、はい、ちょっと告知させていただきますので、オープンした際はぜひ、まあ、ちょっと皆様、まあ、たくさんの皆様お待ちしておりますっていう感じではないんですけど、はい、まあ、一応25日オープンさせていただきます。よろしくお願いします。はい、そしてちょっとスタッフ紹介しといてはい、なんと東京店ボンドカーズでおなじみ板尾さんがボンドカーズ大宮店長になっちゃいます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いいんですか？はい、というわけで、あの、ボンド大宮の車両相談は、はい、伊藤までお願いします。伊藤さんにご相談いただければ、はい、はい、何でも、はい、オーダー車両から、そうですね、はい、商品車両から、はい、あと買い取りもやりますので、あ、そうですね、ぜひ、はい、ご相談くださいませ。はい、そしてショップの方のカスタマイズの方の店長も今派遣したんで、ちょっと手が空いてれば。お願いします、富山さんボンドショップ大宮カスタマイズの方の店長、富山さんです。よろしくお願いします。コメントはいいですかまだかな。まだですか？まだ。ちょっと出直します、後で。ちょっとボンド大宮カスタマイズの相談はもう富山店長に相談していただければ。さっきの GLC もあれですよね、富山さんプロデュースですよね。はい、あれトップカーですか？トップカー、トップカーですか？トップカーと BC で、はい、まあ、1回の動画も出てるけど、トップカーつける前ですよね確か。つけてから出してないっけ？つけてから出してないです確か、はい、じゃあ撮ろうか。ああ、いいっすね、うんうん、これめっちゃかっこいいっすね。お客さんは K って言ってましたけど K ピットをどんな感じになるか紹介してください。3D のアライメントテスターは奥に入れるんですよ。アライメントテスターは入りません。あ、入れないんですか？入れません。
じゃあ裏のやつを運用する感じですね。はい、まあ、第1段階入れないっていう感じで、はい、じゃあアライメントリフトは入ります。はい、で奥は二中、あ、二中っていうか本中じゃなくて、はい、あのパンタ式の二中、はい、アーム付きの床がこう上がってくるやつですよね。そうそうそう、はい、とここに一応アライメントリフトは入って、タテスターはまず入れないけど、はい、ちょっと稼働してみて、はい、足回りアライメントの数を見て、はい、一応そのアライメントリフトにテスターが後からくっつけられるような、はい、ちょっと拡張性を考慮したリフト、はいはい、あ、フラーみたいなのベースが上がってさらにもう一段こう、そうそうそう、タイヤごと上げてボディをその後上げられるようなリフトがここに入ると。そうそう、でスタンダードなリフトをこっちにもう一機入れる。そう、はい、これ車内向き？いや外向きです。なんか車内向きの内緒の話があるんですか？ナイスナイス。でちょっとスペース的にきつかったからもともとぶち抜いたんですか。もともとこれ部屋になってて、はい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 、来ましたね。ここシャワールームがあって、はい、シャワールーム来た時にはもう潰されてなくなった。なんか名残惜しそうじゃないですか。まあでもシャワールームあるともう帰らなくなっちゃうんで、はいはい、家になっちゃいます。で、はい、まあ一応このまあ、部屋を潰して、はい、ちょっとその現場が狭いんで、はい、潰して、はい、ちょっとここがまあ中2階、ああ、はい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 、っていう感じになります、はい、パーツ置いたりできるように。そうですね、はい、そうですね、確かにちょっとこの上もったいなくなっちゃう。そうだ、もう本当はこのシャワールームでロフトみたいな徹夜みたいな。そしたらちょっと面白かったんだけど、まあまあシャワーなしの荷物置きっていう感じで、はい、なるほど、後から作れないんで、もう今最初からこの間来た時にお願いして作ってもらってます。ピットは意外に物も入りますからね。そうですね、そのちょっとスペースがやっぱりそこまで広くないところなんで、はいはい、まあ、こう一応3台、はい、作業ベイとしては確保してるけど、はいはい、ちょっとその1台はこうどかさないと奥に入らない、はい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 、ちょっと不便といえば不便で、はい、だから時間のかかる作業を奥でやって、うん、まあ、クイックでできるようなのは、うん、まあ、手前で。そうね、だからオイル交換とかが楽なのはアライメントリフトだから、はいはいはい、まあ、手前に、はいはい、で、まあ、クイックピットとして、はいはい、まあ、使えるような感じで、その日の作業は、まあ、なるべく手前でこなす、はい、まあ、ゲレンデの足とか、はい、大きなもの、一応そのゲレンデが4輪ちゃんと全部上がるような、はい、アーム付きのリフトになるんで、はい、まあ、まあこれからゲレンデ増えると思うんで、はい、ちょっと一応そこを考慮したリフトになってます。ちょっと工具箱とかオイルとか並ぶとやっぱりこれだけスペースがあっても、はい、そうですね、このぐらいはまあ必要になってくるんじゃないかな、うん、あとなんと、はい、やっぱこの今度大宮店一番のこのピットの一番の売りは、はい、この後ろのエアコンがついている。そこはでも重要です。重要です。お客様にとっては、はい、一切関係ないけど、はい、一切は関係なくないですよ。関係なくない。はい、これやっぱり作業クオリティが、まあ、そうね、はい、まあ作業効率アップ。そうですね。効率が上がる。分かり、はい、やっぱその汗とかがつかない。はいはい、できる。富山さん、一押しのポイントがまさかのエアコン、はい、そうですね、はい、どんだけ過酷な状況で仕事させられてるんですか。まあ、まあまあでも今までエアコンがある現場にいたことがないから、はい、まあまあまあそうですね、ボンドのボディもそうだし、ボンドボディもそうだし、はい、裏もオープンピットなんで、そうですね、ボンドボディは冬は、はい、外よりちょっと気温が低いし、はい、夏は外よりも5度以上気温が高くなる、はい、地獄みたいなとか、まあ、現場はしょうがないですよね。僕残念ながらガレージなんで、はい、通年通してこう快適なところで、あ、そういうことね、はい、過ごしちゃった。ここはもう初めて その、はい、エアコンがついてる。ありがとうございます社長って感じですか。まあ、まあ、でも設置したんじゃなくてついてたんですよ。元々ついてる。だからまあ決して社長にはありがとうございますではないですね。まあでもちょっと快適なフィットになりそうですね。
外しちゃうとお金かかっちゃうせっかくあるもんは使おう。そうですね。まあでもいろいろ設備は新しく入れてもらうので、そうですね、まあ、社長はありがとうございますという、まあ、あとはちょっとそのさっきの話で言ったんですけど、スロープと段差とできるだけ限り改善して、そうですね、ちょっと駐車場の方がスロープを今緩く作り直してるんで、はい、まあ、お客さんの入庫はやっぱそっちに入っていただいて、まあちょっと慣れないともしかしたらっていう、はい、そうですよね、まあ、ここまで今このアウディもローダウンしたまま入ってるんで、はい、入ってくるのは大丈夫だけど、はい、まあ一応基本的には従業員が動かすっていう感じで、はいはいはい、まあ任せていただく、移動は任せていただくっていう感じになると思います、はいはい、いよいよですね、じゃあもういよいよですね、まあ、1ヶ月しかないんで、はい、1ヶ月切っちゃったんで、はい、ちょっとバタバタ大変ですけど、はい、頑張りましょう。そうですね、まあ薄々は感じていたけど4、5日前に急に社長に大宮店に連れてこられてそういうことだろうです。今ちょっといいかなっつってえっつって大宮店行くんだけどちょっと運転しようなんつって運転始まって、はい、そういうことですかっつってそういうことですかって聞いたけど、はいはい、その時まだ何がだって言ってた恐ろしいです。来て、はい、業者さん初めて会って、はい、業者さんの前で、はい、あ、こいつがやりますんでって、だから厳密には俺よりも先に業者さんに聞いたっていうそのようですみたいな、はい、大体そういう感じですね。そうですね、楽しみですね。まあ、現場がやっぱり肝で、現場がメイン、そうですね、現場ありきの、まあ、ボンドグループなんで、はい、現場を大事に作っていくんで、はい、またお知らせすることがあると思います、はい、引き続きかっこいい車作りましょう。作りましょう、はいはい、よろしくお願いします。 My thoughts end when I start to think the tunnel closest starts to end up on the brinkI tried so hard, but all these scars, they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down.はい、というわけでですね、さっきちょっとここに来て一回帰って、椅子とかテーブルをちょっと持ち込んで、並べてみたりしました。で、ホイールもちょっと飾ってみようと思ったんですけど、開けられました、はい、時間がかかりすぎてちょっと今回開けられました。ちょっと明日以降やりたいと思います、はい、というわけでかなりもう物も入って、店舗らしくなったんじゃないかなと思います。もう1ヶ月切っちゃってるんですけれども、多くの皆様にご来店いただけるように頑張って準備してやっていますので、ぜひボンド大宮よろしくお願いいたします。そしてこんな時期なんで、あの3密は避けていただいてご来店いただければと思います。はい、というわけで、ボンド大宮の進捗を土井パフォーマンスがお伝えいたしました。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。Stop this gravity, it keeps bringing me down.